はい、ちょいはい、いてて、怪我、挟まってる。どうも、ビスタンです。動画を始める前にまずお知らせを3つだけさせてください。私ビスタンが所属するバンドビッグママのツアー、ゼップツアーがですね、なんと秋10月28日のゼップ横浜公演を皮切りに開催いたします。横浜、大阪、福岡、札幌、名古屋、ファイナル、お台場、そちらのチケットがなんと絶賛発売中でございますので、ぜひお待ちしております。絶対来てね。2つ目、なんとですね、私ビスタンとあのドラムマガジンのコラボレーション T シャツが発売となりました。見てください、これ可愛いでしょ。胸のマークと後ろのドラムのセット図、最高。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。3つ目、私ビスさん、ドラムメーカーカノープス様のエンドーサーになりました。僕がね、いつも撮影そしてライブでも使っているこのドラムセットももちろんカノープスですし、9月1日にですね、カノープス様が新たにアルミニウムアロイの漆黒スネアを新発売されたんですね。僕もその最新のスネア現在ライブで使用しております。これがね、めちゃくちゃいい音なんです。それをおすすめする動画もね、ショートで作ったりしたので、ぜひそちらもご覧ください。おすすめです。以上、お知らせコーナーでした。はい、というわけで本日の動画は、今年の5月20日に開催しました、私ビスタンがなんと149曲をぶっ続けノンストップで耐久生配信するという企画、その様子でございます。それを編集して上げ直すって言い続けてたんだけど、なんせ素材自体が11時間もあったものですから、めちゃくちゃ時間かかったんですねなんですが、楽しみに待っていただいていた方、そして僕がそんな企画やってること自体知らなかったという方もいるかなと思うんで、その10時間の素材をですね、ギュギュッとなんとか1時間に収めましたので、でも見どころはたくさんあるはずです。全部見てもらえたら嬉しいな。無事にチャレンジを終えることができたんでしょうか、トラブルはなかったんでしょうか、楽しみにご覧ください。というわけでどうぞ。はい、今日は5月の20日超チャレンジ生配信の当日でございます。もう少しでね、2時から生配信ついに始まるっていうところで、今1時ぐらいなんでね、1時間前ぐらいです。いやー、準備頑張りましたよね。生配信ってほんといろんな機材の調整とか、トラブルがないようにいろんなテストをしたりだとか、準備がとにかく大変なんで、あとはね、おやつも買ってきて、体力エネルギー源をね買ってきたりも、準備も万端となりました。いや本当にマジね、無事やりきれるのか本当にわかりません。みんなの応援がないとね、かなり厳しいと思ってるから、すげえドキドキだし緊張するけど、やりきりたいと思います。はい、どうも皆さん、ビスタンです。よいしょー、やっほー。さあ、皆さんのコメントこちらにどしどし来ておりますね。すでに、あ、待って、トイレ休憩のテロップ間違えて出てた。さあ、皆さん、始まりましたよ。ビースタンが149曲をこの後開始してからほぼぶっ続けで、約時間にして8時間ほどドラムをほぼノンストップで叩き続けるというチャレンジやってまいりました。ルールを説明します。俺やっぱりみんなにも楽しんでほしいし、垂れ流しじゃつまんないじゃないですか。なので、一応僕なりにみんなと一緒に楽しめるんじゃないかなっていう感じのルールを用意してまいりました。はい、こちらに表示させていただきましたけれども、読み上げますね。1曲演奏につき必ずコメント1つに演奏内で受け答えする、かっこ悩み相談などもあり。はい、そしてお次、演奏するのは僕の所属バンドビッグママの17年間の活動内で発表された全149曲。原則休憩小休止はトイレのみですね。トイレ以外はしてはなりません。で、ご飯は給付で摂取する。これ大事。給付の間でさ、パクってすりゃええやん、そんなご飯なんてね、余ったれてんじゃないんだよ。そんな僕のね、ちゃんとお供も用意しました。見て、でれーん、これを合間でチューチュー飲んだり、あとは僕の大好きなドーナツ3つ、そしておにぎりも3つ、これでカツる。だからさ、これをさ、こうやってさ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ファイ、こうやって食べればええやないの。ね、こうやって栄養を摂取していこうという話です。で、ドラム演奏の続行がもうやむなく不可となった場合、チャレンジ失敗として配信を中止します。当たり前ですけど、これチャレンジなんで、達成できるかわかりません。ぶっちゃけ。
腕がわーってなっちゃうかもしれないし、後半とかグダグダでミスりまくるかもしれないし、そしたらみんなに恥を全世界にさらすことになるかもしれないけど、でもやります。やってみなきゃ分かんないんで。この僕がね所属したビッグママっていうバンド、すごくねいい曲が多いんです。それを聞いてほしいっていうのが当たり前だけど第一ですわ。最近ね僕がショート動画とか YouTube 活動で知っていただいた方たくさんいるので、このチャレンジする姿を見守ってさ、なんかみんなの元気にもつながったらいいなと思います。アホチンなことやるけど、アホチンなことをもう一生懸命やったら人の胸を打つんだなっていうことをこの配信で僕は届けたいと思う。どうか見守ってくれたら嬉しいです。さあそんな間にもみんなどういけるかな。マジで無理しないでね。ありがとう、頑張れ、ありがとう、レッツバロー、ありがとう、応援してます、ありがとう。覚悟を決めろ。覚悟を決めるんだ。俺はやるって決めた、やりきるって決めた。と怖い怖い、俺バンジージャンプだったら絶対飛べない。よし、じゃあツイートしますね。ツイートした。はいはい、もう行け、もう飛べ、もう行くよ。はい、じゃあタイマーもこっからスタート。よし、それじゃあビスさん149曲ぶっ続け生配信チャレンジスタート。よし、よし、1曲目はルッカトミービスタンを見てねって話ですわ。始まっちゃったよ。本当に頑張ってってコメントありがとう。はい、緊張まだしてるよ。アーカイブはね残さないかも。でも編集し直してあげるよ。はいはい、ピースダウン。ここがいいメロディーなんだよね。よっしゃー、1曲目終わったぞ。カウントカウントカウント忘れないようにね。はい、148曲うーこの調子であと148回いくよ。みんな、はい、おやつタイム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 が来たよ。ドーナツ食べてもいいですか。ドラムないんだよねこの曲。あ、ずるって言わないでよ。これもねライブでやってんだからちゃんと。おやつタイム、おやつタイム、オッケー。おやつ、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 あーねー、やばい、水分がほんまなのに次の曲早いんだよ。あー、えい、魅力ない。えい、いいよ、コメントして。水分欲しい。ドーナツミスった。よいしょ。はい、カウントやってね。カウント忘れないでね。あ、カウント146ね。危ね、あ、バラード来た。やばい、これ思ってたよりやばい。思ってたよりやばいっす。さあ、この曲はちょっとみんなのコメントじっくりも。顔出しはいつするの？顔出しはね、する予定ないな。これいい曲なんです。コメント読むのいいけどさ、ああ、絶対俺この調子でやってたら後半持たないから頭振るとかやめたいんだけど、でも気持ちよくて頭振っちゃう。好きな曲だとテンション上がっちゃう。助けてみんな。さあ、水分補給タイム。トゥートゥ、ここのギターで水分補給タイム。あ、なんか鼻水も出てきた。もう、あ、ちょっと次なんだっけ、次の曲なんだっけ。
はい、カウント減らして145。あ、いけんじゃね、いける気しない。あ、これいい曲だから見てきて。どんどん行こうぜ。なんでこんなに点明けの曲しか来ないの。チン、あ、ダメだ、4小節は欲しい、いや8小節は欲しい。え、1400人、マジで、やっほー、嬉しすぎる、元気湧いてきちゃった、止まれない。みんなコメントしてってね、ここに出るから。みんなのコメント、演奏中に一つは読みます。あっという間、コメントの流れが早すぎて読めないという問題。ゲーム実況者ってすごいね、やっぱコメント読むとね、脳バグるもん。あ、ありがとう、チェーン記念、スパチャありがとう、チェーン記念で。ちょっと待って、コメント、あの、エアコンのスイッチここにあんの、エアコンのスイッチここにあんの。よいしょ、やったー、取れた、冷房。あ、もうドラム来ちゃう、ドラム来ちゃうから、冷房ガン強で。やったー、生き返る、届いた、これで休まなくて済むね。俺って M なのかな。おい、冷房パワー見せてやんよ。はいはい、レイボーありがとう、文明の力、エアコン会社に感謝する、感謝する、感謝の点上げドラミング、はい、どんどん行こうね。いや、キメが多い曲はさすがにちょっとコメントあんま読めねえな、ごめんね。まだまだ続けていくよ、120ぐらいまで絶対ノンストップで行こう、死んじゃう。あ、ちょっとお休み曲来たね、とりあえず汗拭かせて、マジでやばい、汗マジでやばい。よしよし、はい、天のバケツ時代の話か。ある日、俺は街中の路地裏に捨てられていたんだ。当たり前だろ、俺は所詮雑巾とモップを入れられるだけの使い捨て掃除用具さ。そんな時、ある一人の男が僕を拾ったんだ。そい、あ、ずれちゃった。それが今俺が寄生している宿主さ。ちょっと不器用だが悪いやつじゃない、あとなかなかいい体してる、いい声もしてる。
何より熱いハートを持っているんだ。はい、雑巾ばかりを入れる日々だった俺が、まさか人間の熱いハートを入れる日が来るなんてな。そこでこう思ったんだ。この数奇な運命を YouTube とやらで発信したらどうなんだろうって、馬鹿げたことと思ったさ。しかしどうだろう、今ではバケツの中で鳴り響く熱いハートがいつしか共鳴して、愉快な仲間たちが18万人もいるじゃねえか。路地裏で縮こまるだけだった俺の日々がいつしか輝き始めた。そんな数奇な運命を俺はもっと愛したい。だから始めることにしたんだ、この149曲8時間のあたおか生配信ライブ。そうやって俺は燃え尽きることで路地裏の日々を忘れたかったのかもしれない。つってな、おい、大事な休憩曲に何やってんだよ。あー、また次の曲、あー、待って待って、はい、131、残り果てしな、パーティション来た、パーティーソング、あ、急風なの忘れてた、急風なの忘れてた、踊っちゃった踊っちゃった、楽しくて。踊っとる場合か、さい、てかまたツビートやん。はい、ナイスパー、ありがとうです。ドンキーバトルオンザウェイ、はい、楽しい、ああ、この曲もいい曲だぜ、みんな聴いて。ああ、もうスティック落とし器。ビスタンってライブやってたんだ。YouTube ライブのこと？それともバンドのライブのことかな？バンドはバリバリやってるからだいぶ来て、ビスタンバンドマンだから。よくさ、サンビーの男と付き合うなって言うでしょ。美容師、バーテン、三つ目の B はバケツだ。ビスタンはバケツでありバンドマン、つまり
相当付き合ってはいけない男だ。そんなことないもん。やばい、演奏中のなんかネタクオリティが下がってきた。はい、あー、この曲も穏やかになるな。はい、そい、ここね、止めんの楽しいの、こうやってすっ、はい、楽しいね。こういうのを決めって言います。決めか、楽しい。そいそいそい、はい、イエスと言ってくれ。リスさんのチャンネルちゃんと登録してる？イエスイエス。ノーの人いないでしょうね。あ、やっと来た、やっと来た。ベース聞いてね、ベース聞いてほしいんだけど、ビスタンの、ビスタンの、あ、そんなに休みでもなかったわ。勘違いだった、最悪。この間にスパチャを読もう。マリリンさん、ずっとライブで一番聴きたかった曲です。ありがとうございます。なんて読むんだろう。ニン、我、ユキさん、ライブチケット代です。あと6時間頑張って。頑張る。チャンネル登録したよね。あー、チャンネル登録してるんだ、よかった。今日最後まで見てくれるよね。イエスイエスって、イエスって、え、最後まで見てくれるの。え、どうなの、あと6時間付き合えんの。あ、イエス、あ、よかった、見てくれんのね最後まで。あ、よかったわ。よかった、本当に。あ、コメントにもイエスが溢れてる、嬉しい。この曲もフィナーレ感あるな。あ、コメントにいっぱいイエスがある、ありがとでさ。いやいや、終わんない終わんない終わんない、終わらせたくなるぐらいいい曲だけど、まだまだ終わりません。あと120曲でーす。死ぬ死ぬ死ぬ、死んじゃう、命が削れていく。アンドイエットのファイナルが忘れられない、ありがとう。止まらねー。でもこの曲も大好きなんだ。まだ見てない視聴者さんたち、隠れてないで出ておいで。はい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 、俺は果たして5時間後も頭を触れているのだろうか。振っていたい、振り続けていたい、負けたくない。
これもいい曲だからみんな聴いてね。息切れもしかして乗っちゃってるかな、大丈夫。かくれんぼ最高に好きのスパチャありがとう。2番のドラムめっちゃかっこいいから聞いて。ここここかっこいい、楽しい。息切れ乗ってないよ。あ、よかった、ありがとう。はぁはぁうるさかったりってごめんね。僕らって不器用な生き物だよね。ご唱和ください。あー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 、俺は気づいた。このコメント画面もっと寄せよ。あ、事故った事故ったやべえ、モニター落ちた。ごめん、モニター落ちた床に。あ、でもコメント消えてない。やっちまった、ディスプレイがかくれんぼしちゃった。やべえ、この曲やったらちょっと止めます、ごめんなさい。動揺してる動揺してる。みんなやっぱトラブルはつきものだね。はいはい、ごめんね、ちょっとね、一瞬ね、演奏止めるね、ごめんね。ここにね、コメント見る用のディスプレイ置いてたんだけど、引き寄せようとして土台を引っ張ったらね、ディスプレイごと落ちちゃいました。やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっと落ち着いて対処しよう、落ち着いて対処しようね。広い、割れてないかな、モニター。やべ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 、マジやべ、マジやべっす。おい、ちょっとみんな待ってね。どうしよう、割れてたらモニター。めっちゃでかいいいやつなんだけど。おい、てれててってて、えっ、でやっでやっ。これあれね、スマッシュブラザーズでリンクが上Bの回転切りするときね、でやっ。え、待って、どうなってる。え、やばい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 、あ、痛い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 、バケツで視界が見えへん。あ、よかった、生きてた生きてた、よかったよ、よかったけど首が折れてる。ちょっと視界が狭くてわからん、視界が狭くてわからん、どうなってるんだこれ。大丈夫か、生きてる、生きてるよね。マジビビった、雑な作業するもんじゃないね、失礼しました。ああ、よかったよかった、なんか首が
首があらぬ方向に行ったまま戻らないんだけど。ああよし、でもこれでコメントは見れる。よしよし、焦った、ごめんね、びっくりしちゃった。みんなが一番びっくりしたよね。見てこれ、ここにねディスプレイ置いてるんだけど、こいつが向こうにドガーンって落ちました。ドガーンって落ちちゃいました。はい、とか言ってる暇もないんです。とか言ってる暇ないっす。俺は止まらないんです。コメントでまだ3分の1ですって米印かっこまだ3分の1です。そうだよみんな、あー美味しい、水分が取れるって幸せ、ありがとう。俺は今幸せを感じている。すでにみんなと過ごしてると楽しいからさ、なんかマジで乗り越えられる気がしてきたよ。正直言っていい、本音を言うと思ってたより全然やばいわ。あの僕バカだなって思った僕バカだ、あの舐めてたなって思ってる、感じてる。やばいわ。ちょっと残り50曲になった時にまたゆっくり感想言わせてね。だからまた今から駆け抜けます。ありがとう。よし、じゃあやっぱね、いっぱいの人見てくれてる、スパチャくれてる人、コメントくれてる人、そしてコメントしてないけど見てくれてる人いるの分かってるよ。流し聞いてる人ね、寝ながら聞いてる人、作業しながら聞いてる人、全員いると思う。それに俺は全員に届けるから、一生懸命。そんなこと言ってたらな、俺が眠いとか体が疲れたとかだるいとか言ってらんないんだよ。そんな曲を思いを込めて叩くから、あと100曲聴いてね。あと99曲だ。みんなタオルを用意してくれ。本当にありがとうね。ビスタンさんに何、ドリームシアター叩いてほしいって。叩いてあげようじゃないの今度ね。今日は叩けないけど、ありがとうね本当に。タオルを掲げられますように。せーの、たまらねえこのストリングス。やべえ、タオル用意しときゃよかった。真っ黒なタオルしかない。大好き泣いてる、だっていっぱい泣いていいよ。はい、これでタオルの観客席がタオルでいっぱいになる日を俺は武道館で見るんだ。絶対見てやるぞ、みんなと一緒に。俺もタオルあった。うわー、想像で保管してこの模様武道館連れてって、連れてってあげる。最後のサビ一緒に歌おう。 M さん掲げてくれてる、ありがとう。ナイスパ、いくよ最後のサビ。
なんか終わりの雰囲気出ちゃってる。感動しちゃう普通に。ありがとう。また一緒にす。いや待って、違う終わんない終わんない。終わりたくなっちゃった、感動的すぎて。まだみんな帰んないでね。あと98曲あるから夜10時ぐらいまで叩き続けるからさ、まだ帰んないでお願い。つい楽しい楽しいけどドラムがむずくてごめん、あんまコメントを見れてなかったね。ごめん。宮城さん、乳酸溜まってそう、頑張れ溜まってるよ多分乳酸溜まり、バケツ1杯分ぐらい溜まってると思います。バルーン夫妻に救われました、本当にありがとうございます。風船ありがとう寝不足さん、ちゃんと寝てね。よし、はい止まんないよ、だって10時間かかりそうだこれ、マジ止まんないバケツ、マジ止まれないんだけど無理。コンプツアーで鍛えられたオタク、ビスさんのドラム体験でバケツナイトの予習をする。バケツナイトも来てね。なぜって、そう何を始めるにも遅いことなんてないんだよ。僕が YouTube 始めたのだって3年前か、誰にも言わなかったよ、友達にも家族にも言わずに YouTube 始めた。今さらね YouTube に参入したってどうだろうって思ったよ、恥ずかしいなって、痛いなって思われるかなって。でもさ、こうやって一生懸命やって、こうやって仲間とちゃんと向き合ったら18万人になるんですよ、もうすぐで20万人です。だから俺は甘えないよ、当たり前の存在だと思わないよみんなを。だから僕にできることはさ、僕に持ってるものでみんなの気持ちに応えることなんだよ。だから8時間がなんだ、149曲がなんだって思ってる。楽しいしね、僕自身がそんなおかげでそういう曲じゃないか。何が言いたいかっていうと、遅いことなんてないよ、遅すぎないよ。遅すぎることなんてないぜ、大丈夫だよ、始めてみようぜ今からでも、必ず何かつかめるよ。僕らが出会ったのだって遅すぎることなんてないよ。はい、
スさんとご飯食べに行きたいってありがとう、嬉しいよ。一人で全部やってきたからさ、孤独な部分もあったけど、こうやってみんなとつながれると本当頑張ってきてよかったなって思う。これからも頑張るからさ、見守っててくれ。遅すぎることなんてないんだから。ナイスパー、ありがとう。いや、好きな曲だからつい熱い MC をしちまったぜ。届いてくれたらいいな。聞いてくれてありがとう。ピース。あ、始まる。ああ。ちょっとどう、落ち着いて叩いちゃおうかな、この曲。だってこの曲さ、本気で叩いたら体力残るわけないもん。ごめん、ちょっとね、好きな人には悪いけど抜いて叩いちゃおうかな。こうやって、だってなんか8時間って聞いてたのに10時間ありそうだし、なんかこういう曲で抜かないと後半持たないと思うんですよ。だからそんな抜けわかるか。
あ、ま、やっちゃった。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 ちょっと待って。ついついやっちゃったよ、みんな。どうしよう。我慢できなくなっちゃった。我慢で、やっちゃった。もうセーブしよう、セーブしようって思ってたら、やっちゃったもん。ただフレームアウト楽しんだもんだって、もうそんなこと言われたって。そんなこと言われたってさ、無理だってもう。はあ、フレームアウト終わったら残り68曲です。オフィシャルさんありがとうございます。全然ずれてるやん。ごめんなさい。よし、刻んでるぜ、みんなのおかげで。ありがとう。残り54曲だよ。確かに受け取ったぜ。あ、楽しい曲来ちゃった。間違えた、こっちだ。ピョピョヘーン。セイ。水飲んでってコメントありがとう。水飲むね、ちゃんと。次の 2A で飲むわ。ここで水を飲む。おいしい。やべ、水足りなかったかも。ニュートピアが一番好きのスパチャ、ありがとう。俺もすげえ好きだこの曲は。手拍子ありがとう。はーい、トランス状態だ。Yes, yes, yes. 気持ちいいぜ。ああ、50曲まであと少し。ありがとう。伝えていこう。
思いを伝えていく、それビースタンのテーマだからね。伝えていく、思いを伝える、みんなに聞いてもらう。よし行くぞい。もう昼からやってないですか？大丈夫なんですか？いや大丈夫なのかちょっと僕ももうわからない。今左に上にある時計が、6時間57分じゃん。やばい、7時間ぶったたいてるのにまだ50曲弱あるの？やばいね、やっぱ絶対10時に終わんないね。あ、9時じゃんもう。俺時計見てなかった。浦島太郎、このバケツは玉手箱言うてね。はい、はい、いい加減にしなさい。はい、やります。あ、みんな悩みある人、悩みある人はこんな曲聴いてね。雨に降られても、あの子に振られても気にしない。いや、いいんかい。財布が消えても、ワイフが逃げても、いやそれは気にした方が、気にしないんかい。じゃあいいや。飛んで、記念日忘れても、受験で名前書き忘れても、それはまずいんじゃない？あ、気にしないんだね。大丈夫かなそれ。浮気がバレちゃまずいんじゃない？親友にネタバレても気にするでしょ。え、あ、仕方ないのね。いやー、ポジティブなのはいいことだね。どうにかなるでしょう、大抵のことは。はい、まだ言ってるよ、まだ大丈夫なこと言ってるよ、いっぱい。心広すぎ。そう、生きてるだけでオールオーライよ。オーライ、バケツかぶっててもオーライなのかな。あ、オーライらしいです。10時間の生配信やってもオーライかな。あ、オーライらしいです。オーライ、気にしないでいきましょう。大抵のことはね、気楽にやった方がいい、結果が出るもんよ。はい、せーの。はい、よし、ツイートもしました。ちょっとコメント読もうかな。
え、トレンド入ってんの？嘘やん。まだ、え、入ってんの？ああ、ああ、喜べ。叫ぶのうるさいね。マイク離して叫びます。ああ、マジで？嬉しい。マジで言ってんの？怖い。怖いよ。僕なんかが入っていいの？怖いよ。ああ、待って。泣くのはまだ早い。泣くのはまだ早い。泣くのはまだ早いよ。はあ、はあ、はあ。よし。じゃあいいや、今から興味持って来てくれる人のためにもちょっとダラダラすんのはやめよう。ビースタンの名を呼んでってね、君の声で。17、あと、え？待って、みんな見れてる？みんな見れてる？あれ、みんな見れてる？大丈夫？止まってない？おい待ってくれ。おいおいおい、ちょっと待ってよ。本当に言ってるこれ？ええ、どうすればいいの？どうなってる？やってしまったか。やっす、みんな見えてるかな。ごめんね、トラブルで止まっちゃったよ。ごめん。待ってる間もみんなのコメント見えてたよ。見えてる。よかった。よし、ごめんね。トラブルでね、止まっちゃったみたい。あ、すごいね。ドラマティックだよね。最後の最後でさ、燃えてきたぜ、逆に。いや、ちょっとやるね。次の曲。あの、足りなかったら言って。カウントできてなかったら言って。あー、これでこの曲かよ。僕が加入して最初の曲ですね、この曲が。あははは、スノーモーション。ここから雪のアルバムになっていきますが、音楽だからね、皆さんを別世界に連れていけると思います。一緒に行きましょう。まだ元気じゃね俺。始まりの歌です。始まりを始めようっていう歌詞。みんなも始めようぜ。ビースさんに勇気もらったでしょ。みんなが元気なくなった時、迷った時、元気いっぱいのビースさんを思い出してね。それが僕が頑張って音楽やる一番の理由だから。いや、僕が生きてる理由だからさ。お互い頑張ろうね。で、僕もみんなにパワーもらってるから。だから俺は8時間だろうと10時間だろうと150曲だろうと200曲だろうとできるんだ。この曲はドラムがシンプル。どうだい、いつか武道館でプレイリスト聴ける日を楽しみにしてます。やりたいね、僕も一番やりたい曲かもしんない。ナイスパ、たくさんありがとうございます。今の5人の始まりの曲に、
燃え尽きる。俺はここで。本当にありがとう。このまま行くぜ、兄さん。赤藤さんかな。ありがとう、兄さん。たくさんオレンジスパチャありがとう。唐揚げさんありがとう。終わっちゃう。え、終わっちゃう。終わっちゃう。終わっちゃうよ。残り1になりました。あと1 あと1か。148曲、時間にして10時間16分今経ちました。思った以上の感動が今あります。いや、ここまで来れたのもみんなのおかげです、マジで。いや、どうせ終わってからも長く話すと思うから、ここは最後スッと行くわ。一番激しい曲です。2600に行った、マジか。あー、やばい、もう涙が出そうだ。なんでだろう、楽しくてやってるはずなのになんで涙出ちゃうんだろうね。はあ、し、みんなごめんね、コメントが早すぎて追い切れてないけど、ここでブワーって流れてるコメントしっかり目に焼き付けてるし、後でもしっかり見るんで。今までビスさんの人柄をよく知らないファンでしたが、努力家で終始本当に楽しそうで大好きになりました。ありがとう。そうだね、楽しくいきましょう。よし、じゃあ聞いてくれ、ビッグママの最新曲から最後いくぜ。うぇい、やる、バケツしゃ、いくぞ。
終わりました。ありがとうございます。終わった瞬間無音になるっていう、すごい寂しい終わりだけど、なんで涙が出るんだろう。ごめんなさい。やりきれた。やりきれたよ。終わった。チャレンジ達成しました。にぎやかしとこう。うわー、やりました。やった。え、みんな聞けてる？はあ、なんで泣いてるんだ、ごめんなさい。できた。勝手に自分で掲げて、勝手に一人で突っ走ってやってるだけなのに、なんで勝手に泣いてるんでしょう、ごめんなさい。でも、なんか、嬉しいです。嬉しくて泣いてます。あ、タイマー止めなきゃ。タイマーちゃん。起きてじゃなくてもう休んでいいよ。10時間23分達成しました。ありがとうございます。えい、はあはあ、でもみんなが心配してくれて、水分補給したりだとか、ドーナツ食べていいよとか、トイレはちゃんと行ってとか、すごくね優しくてですね、皆さんが。いやでもね、本当にいろんなことに感謝してるんすよ、マジで。いや本当にね、バンドに入れて、今もステージに立ててドラムが叩けるのが嬉しいし、 YouTube も3年前一人で始めて、一人でね撮影企画編集、今も全部一人でやってます。で最近になってね、ショート動画でブワーって3万人ぐらいから一気に今の18万人ぐらいまで一気にブワーって増えたんですよ。でそれもすごい報われた気持ちになって嬉しかったし、でも周りの人がすごく応援をしてくれてね、バンドもこんなもう好き勝手やってるのにめっちゃいいじゃんって、マネージャーさんも今日ずっとつきっきりでね見てくれて、これも僕が勝手に決めて、勝手に日にち決めて、勝手に曲使ってやってるだけなんですよ。でもマネージャーさんが付きっきりでやってくれたりとか、すごくいろんな感謝があるんですね。感謝があるし、やっぱりすごく今音楽を仕事にできてて、発信できるものがあって、こうやって聞いてくれてる人がいるってことが本当に嬉しくて、だからその気持ちに応えたい、応えたいという気持ちと、やっぱり僕はもうやるからには全部本気だろうと、やっぱり半端な目標を掲げても面白くないし、一生懸命な姿が人の胸を打つんだと思うんで、無茶だったかもしれないけど、じゃあもう149曲バンドの曲、いい曲ばっかなんだから聴いてほしいから、もうそれ一気にやっちゃえばいいじゃんっていう、もうちょっとおバカさんだと思うんですけど、そういう気持ちで今日組んだんですね。無茶だろうと思うけど、その無茶な姿が誰かの胸を打ったらいいなと思って、思った以上に無茶でした。でも楽しかったっす、やっぱり。正直だって最後の曲別に何も遜色なかったでしょ。だから正直できると思ってた。うん、だしやっぱ結果楽しかった。だから終わっちゃって寂しい涙もあります。これは終わっちゃって寂しい涙もある。あとは本当にできて嬉しい感動と、やっぱりこうして、だって2000人以上か見てくれてさ、考えられなかったよこんなの今まで。だから本当にそれが嬉しいし、なんか暗い話をするつもりないんだけどね、なんか報われたなって気持ちがね、ちょっと感動してしまって、見えないと思うけど涙がすごい出ちゃいましたね。ありがとう。よし、たくさんのスパチャもありがとう。活動に全部使わせてもらいます。多分機材になるか新しいパソコンに当てさせていただきます。本当にありがとう。なのでビスさんの YouTube チャンネル日々更新頑張ってます。バンドだけじゃなくね、バンド以外の時間も全部使って音楽とドラムと発信してみんなとつながるっていうことに僕人生かけたいと思ってるんで、全て
含めて見守ってもらえたら嬉しいです。お願いします。でもやっぱ一番僕のハートを感じてもらえるのはライブ会場だと思うんで、ぜひステージに立つビスタの姿見に来てください。詳しくはビッグママオフィシャルツイッター、オフィシャルホームページなどなどチェックしてくださいね。おやすみみんな、愛してるぜ。ありがとう、やりきれたよ、みんなのおかげだ。寂しいけど明日もみんな休日を楽しんだり、お仕事頑張ったり、日々を楽しく一生懸命生きてね。ありがとうございました。じゃあねー、またねー。どうでした？いやー、感動がよみがえりますな。またチャレンジしたくなっちゃうね。まあこれね、またバンドの持ち曲が200曲になったらまたやろうかなと思います。チャンネル登録者数が例えば50万人いったら24時間耐久ドラム配信とかやってもいいかもしれませんね。ビスタンはどこに行き着くんでしょうか。生配信の中でもね、散々言ってるんですけど、本当に皆さんのおかげです。僕のパワーがこれだけ湧いてくるのは本当にいつもありがとう。ぜひビスタンのバンド活動、そしてこの YouTube 活動合わせて応援してもらえたら嬉しいです。今回のこの生配信の感想もどうしようとして、この動画のコメントに寄せてもらえると嬉しいです。僕必ず目を全部通すのでお待ちしております。いつもご視聴ありがとう。というわけでバイビスタ。